主観性の刑事学の立ち上がり。当然それはまたギリシャ世界一般の伝統意識からも猛烈な反撃を受けずにおりませんでした。事実、初期ギリシャの世界はこの新参の原理を徹底的に否定いたしました。その決定的な我々がイタリアにおけるピタゴラス派大迫害であります。ピタゴラス派に対する迫害はギリシャ伝統意識の伝統社会の反動ということができると思いますが、そういった反動がむしろギリシャ新興の地、南部イタリアのマグナ・グラヤ系において盛行したことが注目されます。新興の地の方がしばしば伝統に対する思いは深く、反動はまだ枯れずにならずにいないのであります。我が国でも大東亜戦争敗戦後、その事実を受けるかどうかで勝ち組と負け組の間で激しい抗争が起こったのは、日本本土においてではなく、ブラジルの日系人社会においてでありました。それによってイタリアにおけるピタゴラス派はほぼ壊滅いたしましたが、しかしピタゴラスによってギリシャに植え付けられた主観性因子がギリシャから完全に駆逐されるということはなく、それはやがてギリシャ中央部に継承され、移植され、ソクラス・プラトン哲学によって継承されたことになりました。ソクラス・プラトン哲学によって主観性がギリシャ中央部に鎮座することになったのであります。そしてこともあろうに、存在、美術を封じ込める壮麗な形状が立ち上がることになりました。これがソクラテス・プラトン哲学の歴史的意味であります。これはまさに戦術的出来事でありまして、主観性は一旦植え付けられや、それを根絶することはもや不可能なのであります。それは人間が一旦自意識に目覚めるや、もはや無垢な少年時代に戻ることはできないのと同様であります。ここに西洋刑事学の運命、ゲシックのいわば発端がありました。さらに言えば、西洋世界、ひいては人類の運命の発端がここにあったことが、この後の歴史の展開から知られます。近代世界をあまねく支配している原理は主観性ですが、ゼクティブ程度であり、それを支える哲学は主観性の構造である超越的思考性の形状を表現とも言うべきプラトニズムなのであります。ソクラテス・プラトンのピタゴラス主義継承とともに、ハイデガーの言う主観性の形状学、ディメタフィジークでやズビクティビテータが立ち上がったのであります。この主観性の形状学は、ハイデガーがそれとの対決を必須の課題とした西洋形状学、ディアーベント・レンディッシェ・メタフィジークそのものなのであります。主観性原理の西洋世界の登場こそ、西洋の運命、下宿とも言うべき決定的性形であったと言わねばなりません。近代の原理、それは主観性である。プラトニズムは主観性原理の最も華麗な形状学表現ということができると思いますが、プラトンによって生み出された形状学的理念的世界が、新プラトン哲学という職場を超えて、キリスト教という姿をとって西洋精神史に登場してきたヘブライズムの本体と合体することによって、あのヨーロッパ2000年の形状学の伝統を作り出すことになりました。その宗教的表現がキリスト教であり、キリスト教は宗教的形態を取った主観性の形状そのものであり、神のキリスト教化、これはハイデガーの表現ですが、神のキリスト教化を作動した原理こそ主観性であります。英知的世界は主観性を超越的思考性に基づいて初めて開かれる霊的領野であり、超越的一神教の背後にある原理をまた主観性なのであります。そしてその帰結が中世世界であり、あるいは近代世界なのであります。そしてその現象形態のゲシュテルであります。今日の後期近代世界が巨大なゲシュテルの機構として立ち上がっているのは何で怪しみに当たらないのであります。世界の現実の根底には必ずそれをそのようなものとして現実されている原理の存在があります。原理こそ一切の現象の根拠であります。原理は必ず作動いたします。言い換えれば歴史を作ります。そういった原理の動向の探求こそ哲学であります。私はローティのファンダメンタリズム批判に抗してあくまでも主張いたします。これについては、ローティについては、ローティの哲学と自然の鏡と書物を参照いただきたいと思います。プラトンから近代までの世界を支配した原理は主観性であり、中世世界と近代世界の間には、大方の歴史家の予想に反するかもしれませんが、原理的な違いはないのであります。近代世界は中世世界と同じ原理の上に立っております。私たちの生きる近代世界は偶然の産物ではなく、ある原理の歴史的帰結なのであります。そうでなければ近代世界を貫く方向が
これほど一貫した表れ方をすることはなかったでありましょう。近代の原理、それは何度も申しますが、主観性、ズビキツビテートであり、近代世界は主観性原理は突き出した世界なのであります。言い換えれば、アートマンを作り出した世界なのであります。西洋精神史において主観性の哲学の結脈が脈絡として、連綿として維持され続けてきたのでありまして、これを肯定的に受けるにせよ、否定的に対処するにせよ、私たちはその動向をしっかりと見定めにはなりません。私たちは今、現在生きるこの世界を根本的に理解するためにこそ、その動向を見定めになりません。そしてそのためにこそ、初期ギリシャ哲学の世界に再度、小説は加えられるのではないのであります。アリストテレス VS プラトン。他方、イオニアの自然哲学の精神は、アリストテレスとペルパツァラに継承されました。アリストテレス自身はプラトンの学園で学んだプラトン学徒でもあり、領域的な面を見せておりますが、しかし、その世界は ほぼ完全にギリシャ自然哲学の添えであり、そのことはプラトン哲学に対する彼らの根深い、アリストテレスの根深い反発意識から伺われます。アリストテレスのプラトン哲学に対する反感は、ギリシャの伝統的な深層意識に基づくものでありまして、おそらくアリストテレス自身にもその理由がよくわからなかったのであろうと想像されますが、いずれにしてもアリストテレスはプラトニズムに対する根深い否定の罰によって作り出された哲学者でありました。彼は形状学において23箇条にわたってイデア論批判を展開しておりますが、彼のイデア論批判の根源的動因は、彼が頼った論理、例えば第三人間論から出たようなものでは決してありません。それは集合的無意識とも言うべき自然概念ピスリに根ざす否定性に入っていたのでありまして、アリストテレスとプラトンの確執は存在と主観性という西洋二大原理の確執の一現象形態とも言うべきものだったのであります。この点を見ようとしたのではプラトンとアリストテレスの真の関係性は理解されないでありましょう。アリストテレス哲学をプラトン哲学の後期に位置づけ、そこにプラトン哲学の発展ないし変容形式が見ないこれまでの哲学史観は改められるにはなりません。この両哲学者間の対立はもっと深いところにあるのでありまして、存在と主観性という西洋形状学が通底する深層原理から発する対立だったのであります。私たちはそれらの両原理の根源層における動向を見定めにはなりません。そうでなければヨーロッパ2000年の形状学の真の意味は理解されないし、近代世界の本数また認識されないでありましょう。アリストテレス以降のヘレニズムの時代になると、ギリシャ世界そのものの東オリエント地域への拡大と、それに伴って起こったオリエントのマギテイション思想との接触によって状況はさらに一層複雑なものになりますが、存在と主観性という前述の二大原理の葛藤がギリシャ・ローマの精神世界を根底において規定し続けていたという事実に変わりはありません。ただローマ人たちは軍事、政治、法律、建設などの面におけるその歴史的大事業にもかかわらず、精神面においてはやや深さを欠く民族であったために、この二大原理の葛藤がローマにおいて明確な哲学の形をとって表面に現れということはほとんどありませんでした。国家的規模において遂行されたキリスト教徒に対する迫害に、この両原理の葛藤のラディカルな現実を見ることも可能ですが、しかしそれが具体的な哲学を形成するということはありませんでした。真の哲学と言えるものはローマにおいて生まれなかったゆえであります。キケルは博学な学者ではありましたが、彼を哲学者と呼ぶかどうかは常に哲学家たちの悩みであじくりました。ローマ時代に至っても哲学は依然としてギリシャに認められてあり続けていたのであります。そしてそのギリシャが終わるとともに哲学を求めきその姿を背景へと没していた感があります。ローマ期から哲学が長期の休眠状態に入ったという認識で、ヘーゲルとハイデガーの認識は共通しております。